この前ショコと配信会で PUBG やったわ。めっちゃ気使ってた。めっちゃくちゃ気使ってた。俺とショコと、まっちゃんとゴロリでやったわ。その4人、その4人でやったわ。俺とショコとまっちゃんとゴロリでやったわ。最強の、いつもの4人。そのメンツでやったわ。クソ気使ってた。ゴロちゃんとスケイスが仲いいみたいで、最近2人で PUBG やってるらしいよ。でさ、あのディスコードっていうスカイブみたいなやつ使ってやってんだけど、俺気づかなかったんだけど、みんなのチャットログみたいなの見えるんだけど、あいつら2人でようやってんだよ、なんか。今日やってますかみたいなので、ゴロちゃんが言ってやってるよ、つってスケイスと2人でやってて、俺も混ぜてくれってまっちゃんが途中から入るみたいな。3人でちょこちょこやってるわ。ようやってるよ。仲良しになってるわ、いつの間にか。俺の知らないところで。あ、スケイスとショコ。あれだわ。名前似てるわ。あ、声似てる。すっごい。似てる。ああいう声色好きなんだろうな、俺。ああいう声色好きなんだよな。お前ゴロリいじめるから別にいじめてねえや。いや、あのコミュ障のクソゴロリちゃんが、よくもまあ、でもよ、遊んであげてって言ってた。ゴロリちゃん寂しがってるから、友達一人もいねえからさ、あいつ。一人も友達いねえから、ちょうどいいや。まっちゃんとスケイスが、全然、スケイスとゴロリって二人で何してんだって感じだよね。何の話してんだろうなと思って。気になるわ。ゴロちゃんとスケイスためぐらい。あー、なるほど。ためなのか。なるほどね。お前ほんと女が好きそうな声好きだな。なんか、かっこいい声の人の方が良くない？